リオチロニンは、合成甲状腺ホルモンであり、甲状腺機能低下症や、粘液水酒性根水などの治療に使われる。商品名チロナミン。日本で承認されている効能、効果は、粘液水酒、クレチン症、甲状腺機能低下症、慢性甲状腺炎、甲状腺種である。甲状腺の機能低下に対して、レボチロキシンに変えてまたは加えて用いられる。甲状腺癌。 または、バセドウ病の場合は、放射性要素を用いた、甲状腺組織症灼術が実施される。131一合治療を成功させるためには、甲状腺組織が要素をぜひとも必要とする状態に置かなければならないが、要素の欠乏は患者に、甲状腺機能低下症の症状を引き起こす。レボチロキシンを投与していた場合、投与中止して、甲状腺組織を完全に、 要素枯渇状態にするには6週間を要死治療が停滞するが、リオチロニンの場合は2週間で良い。レボチロキシンと比較して、効果の発現状体が早いので、粘液水種性根水の患者の治療が、走行するまでの時間や、甲状腺がんの患者に131愛治療を開始するまでの時間が早くなる。開始時は後から25時、日から始め。 1>, 1から2週間間隔で少しずつ増量し、維持量は25から 75G 日とする。低用量リオチロニンは、甲状腺機能が正常で複数の抗うつ薬で、効果が見られなかった、うつ病患者の症状を改善することが示された。うつ病を対象とした、大規模スター D 臨床試験では、薬物治療にリオチロニンを上乗せすると24%の患者で、 寛解を達成した。2001年のメタアナリシスでは、三関係抗うつ薬にリオチロニンを追加すると、特に女性で改善効果が見られるとされた。うつ改善効果を示すリオチロニンの平均投与量は 45G、日であり、甲状腺機能低下症の治療に用いる投与量よりも少量であった。リオチロニン服用患者の約9%が副作用のため服用を中止した。 効果の精査は、甲状腺での線具体の代謝の差によると思われた。スターディー試験の結果から構築されたアルゴリズムでは、リオチロニンは2種類の抗うつ薬で効果が見られなかった場合の選択肢であるとされた。リオチロニンは、甲状腺ホルモン補充療法の選択肢の一つである。半減期は24時間であるとされているものもあるが、一般には、生物学的半減期は2.5日とされている。 これは、レボチロキシンの半減期7日と比べて短く、患者の指摘要領を求めるまでに要する日数が3から7日と短く済む。血液検査を毎週実施し、患者の甲状腺機能低下症状が改善するまで要領を増加させるべきである。初回服要領は5から 25G、日から始め、毎週12.5から 25G ずつ増量する。 1日 100g までは増量しても良い。リオチロニンは、最も強力な甲状腺ホルモンである、トリオードサイロニンのナトリウム塩である。基礎代謝を増加させ、タンパク質合成に影響を与え、慣用によりカテコールアミン感受性を更新させる。淡剤、または、スリーとの併用で、リオチロニンは、中枢神経系での新しい神経細胞の、発生を促すことが分かっている。 甲状腺ホルモンは人のすべての体細胞の適切な増殖と分化に不可欠である。これらのホルモンは、タンパク質、脂質、炭水化物の代謝を制御し、細胞でのエネルギーの使い方に影響を及ぼしている。レボチロキシンと比べ、リオチロニンは効果が見られるまでの時間が早く、半減期も短い。チロキシン結合グロブリンやトランスチレチンへの 結晶蛋白結合が少ないことによる。急性期の心筋高速患者では、基礎代謝が増加することで、心負荷が増大するので近忌とされている。製剤成分に過敏症を有する患者にも投与、できない。未補正の急性腹腎不全、または、甲状腺機能甲腺症がある場合には、別の治療法を採用すべきである。重大な副作用とされているものは、ショック、狭心症、 鬱血性心不全、肝機能障害、ALT、ガンマ GTP 等の著名上昇、発熱、倦怠感等、横断、副腎クリーゼである。リオチロニンは多くの悪作用を起こすが、多くは甲状腺機能更新症の症状である。米国の製剤の添付文書には、下記の黒枠警告が記載されている。甲状腺ホルモン活性を持つ薬剤は、胆剤。 または、他の医薬品と併用して、肥満の治療に用いる場合には、甲状腺機能が正常な患者では、常用量では、体重減少効果が不十分である。過量に投与すると、重篤で時に、致死的な症状が発生する。特に、アドレナリン作動薬を食欲抑制薬等として、併用した場合に顕著である。高齢者では、リオチロニンの服用はより少量から始めるべきである。 また、維持量は最小限とすべきでもある。高齢者の血中 T3 濃度は25%から40%程度低い。TSH を毎回測定し、不適切なホルモン補充による拒絶性心疾患、甲状腺機能更新症、骨量減少を防止すべきである。米国 FDA の胎児危険度カテゴリーは A であるが、日本の添付文書では妊娠中の投与に関する。 安全性は確立していないとしている。甲状腺ホルモンの胎児または体板への移行は、ほとんどなく、2014年10月時点で胎児への副作用を報告した臨床試験はない。母体の甲状腺機能低下症に対しては、妊娠期間中も休むことなくホルモン補充療法を継続して低下症による有害事象を取り除くべきであるとの意見もある。甲状腺ホルモンは、 入住中へ少量を移行するので、リオチロニン服用中の授乳には注意を払うべきである。ありがとうございます。